ました女王と私パチンコ必勝本能しおねえです。はい、私ですね女王堂に、出させてもらうのは今回で2回目となります。はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、前回はですねちょっと残念な結果となってしまいまして、夢玉をね獲得することができず終わってしまいました。しかし朗報です。今回、ノーカウントで前回の結果は、チャラの状態からスタートできるということで、現在私は、終始プラマイゼロでございます。なのでマイナスからのスタートということではないそうです。ありがとうございます。それでは女王道のルールを説明します。実践時間は5時間、収支が500枚、もしくは2500玉プラスになるごとに夢玉を1個ずつ獲得できます。出演回数に制限はありません。2回目以降の出演時に夢玉を1個でも獲得している場合は欠陥を引き継ぎます。ですが獲得が0個だった場合は天使の恩情で再スタート、また0から夢玉獲得に挑んでもらいます。獲得した夢玉は抽選ボックスに入れ、挑戦者が出揃ったタイミングで大抽選会を実施。見事自分の色の玉が出たものが真の女王となります。そのため1個でも夢玉を持ってさえいれば誰でも真の女王になれる可能性があるのです。真の女王には副賞として30万円相当の女王の宴券をプレゼントしますよ。すでに抽選は受けたんですけれども、私ですね91番でした。本日平日にもかかわらず、ベニス森口店さんかなりね、たくさんの方が抽選に参加されていました。はい、本当にね前回はね当たるまでね時間かかりましてね、大体がね夢玉の使い道の話に9割方、なってたと思うんですよね。ツバメの話ね多分ツイッターとかで、僕ツバメになりますよみたいなコメントいただきました。ありがとうございます。はい、自分で選びますすいませんねごめんなさいね。はい、本当にね現実的にねツバメとのね旅行ができるぐらい、夢玉いっぱい入れて抽選確率上げたいと思いますので、今日ね気合だけは打つ前なんで入っております。当たらなかった時のためにツバメの話はこれくらいで控えさせていただこうと思います。それでは早速実践の方に移っていきたいと思います。頑張ります。スロットコーナーはまあおいおい行くかもしれませんが、とりあえずパチンコからねスタートしたいと思います。無双なのかな、私無双ででも夢玉をなくしているのですよ。ふるそなにしますです朝一は冬ソナからスタートしたいと思います。そんなに詳しくないんですけども、ビギナーズラック的な感じで当たるといいなと思っております。とりあえずね、まあ、回転率とか見て、まあ、移動するかどうかはおいおい決めていこうかと思います。頑張ります。僕なら大丈夫だ。投資がいっちゃうと夢玉ね、サダマパチンコだったら2500個につき1個だからあんまかさむともうね1個もしんどい感じになっちゃうんで、あ、タイマー待機中、さっきの入賞時フラッシュで次の変動ですね。まあ、短いから、まあ、議事連のタイミング継続、
あ、今度ちょっと長め。ゼブラだって、ゼガベン予告のゼブラ当たっちゃうよこれいくらちょっとね、割と知識がない私でも熱い変動だというのは分かりますよ。赤、白だったらね激アツだけど、でもゼブラって言うてるから熱。怪しいよちょっとこれ。カートイン赤だって、ポラリスギミックとかも出てないし、あらら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 、からのはあらー、ゼブラ外れちゃった。ちょっと後半怪しかったもんね。まだツバメの話をしていない間に激アツは外れました。それね、前回よりいいから今のところ。正面からのカメラが上からになりました。やっぱね、女子は上から撮ってあげないとね上目使いでもやろうかな、暇だからタイマー待機したよ上目使い打法。12、3秒、ギジさんのタイミングかな。でも SPSP とはもう出てますね、ギジさんでタイマーは使われました。やっぱでもな、軍とかなんかちょっと期待できる予告が絡まないと。空港かちょっとね期待できないかな。やっぱりこれはねそんなに期待していません。まあこれぐらいではそうよね。はい、ちょっとびっくりしたな遊んでたら。無償自我中バス停ね、チュンさんの顔が出てきたからな。保留から友人保留からチュンさん、あ、ゼブラだ。そんな 27% ぐらいある保留なんですけど、これはもう当たりじゃないのこの展開。よし、そうだよね、この展開は当たりだよね自ら、とりあえずこの段階では通常図柄だけど、ちょっとね、何回転かはね、見えません300、いくつかなちょっとこれだけ見せて、あとか確認するから、その後
上がってくれたら嬉しいな。に、水柄で渡り。へい、チャーキン355個入ってん、うん、当社1万6000円です。時短頑張んないと。すごいフーストなの、時短めっちゃ早いからあっちゅう間に終わるんですよね。終わっちゃいました、残念。ちょっとこれ言っていいかあれなんですけど、小さい頃一人遊び、横断歩道の白いところだけ踏むとかそういうのやったじゃないですか、みんな謎の遊び。あれがエスカレートして、私は横断歩道を目つぶって渡るっていうのが自分の中で流行ってて、塩ね少女曰く聴覚を鍛えるトレーニングらしいんですけど、ある日それやってたら目つぶって渡ってたらいきなり音が大きくなってきて、なんだろうと思ってパッと目を開けたら、もう目の前にトラックがいて引かれました。で飛ばされて頭ちょっと地面に擦っちゃったから、まあちょっとじゃないんだけど結構擦っちゃって、で血だらけになって、血だらけの女の子がその道路に横たわってたらあれだからって、救急車来る前に近所のおじさんがね、あんまり人に見られないようにって頭にジャンパーをかけてくれたんですけど、あもうその瞬間死んだと思って、目の前真っ黒になったからジャンパーかけられた瞬間全然死にませんでした。当日帰宅です。マジ無敵だから体強いの。でもなんか小さい頃って今やったら絶対に怖くてできないこといっぱいいろいろできるじゃないですか、できるっていうかできたじゃないですか。私よくやってたの電話線舐めてました。ビリビリってなるのがすごい気持ちよくて、ビリビリってなってなんかベロに張り付くんですよ、銀のところが。で、あ今電話鳴ってきたらどうしようって思いながらドキドキしながらそれやってんのが好きだった。今怖くてできない、そんなこと。小さい頃は無敵だから。移動しようかな。本当はね、移動したくないんです。私めんどくさがり屋だから。でも移動します。はい、ですね、だいぶスロットコーナーが盛り上がっているので、ちょろっとスロットコーナーの方覗きに来たんですけど、なんかね、もう絆とかだいぶ盛況ですね。私朝ね91番だったから結構スロットコーナー行くのもありだったのかなとかちょっと思っております。なんか窓まぎコーナーもだいぶ盛り上がってるんで、やっぱり基本主力の機種を中心に結構盛り上がってる感じがするので、朝一主力から攻めるのもありだったかなとちょっと思っております。いやね、とりあえず下見にまた行ってきます。さて、移動してまいりました。移動先は B リーグです。
どうしてもカメラマンさんが見たいって言うからB リーグ私もまあ好きなんですけど打っていきたいと思います。結構爆発力のあるラインなのでその辺を見せれたらなと思います。頑張ります。実はですねその昔私はプロボウラーを目指してた時がありましてだからうららさんは憧れの存在なんですよ私にとって。だってねこの仕事する前って本当に私やばくて昼間もう昼間でもないんだけどまあ閉店までパチンコ打って11時になったらパチンコ屋さんは閉店するから俺が閉店したらラウンド1に行ってラウンド1もうはしごしてで朝になって帰ってきて夕方まで寝てまたパチンコ打ちに行って閉店したらボウリング場行ってってやってて、マイボールとかも持ってるんですよ。だから結構、まあ、体力作りもちゃんとしなきゃいけなくて結果ちょっと太らなくちゃいけない。なんか私結構なんかフラフラしてるっていうかまあなんかよたってなりそうじゃんなってたんですよまあお年頃だったんで太りたくなくて諦めましたそんな過去でもねもし頑張ってね慣れたとしたら私パチンコ台になれたかもしれないのにね。あの時頑張ってたらでもこれに出るような人たちはまあ実力もすごいからまあ慣れたところで慣れてないか。ああ2回目の今回も4枚目を入れることになりそうです。なんでかななんでちょうどの時にこんな当たんないかな。4枚目一球入魂チャンスなんかなチャンスアップのボタンのやつ一回やってみたいな。普通だなえいっ当たったすごい顔しちゃったと思う当たりました最後の最後にびっくりした超超パーフェクトラッシュやりたいよ。ビリビリしてるえいよし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 もう引けちゃったよ。当たると思わなかったよあれであっさり当たるんだな。パーフェクトラッシュ突入です。小当たりラッシュしますよ。こっからねハマった方がいいから。94.6 分の1だから。作編中はもう100回ハマりたよね。
13回転しかはまれなかったけど大丈夫なやつ16ラウンド確認で13回しかはまらなかったけど、これね、閉まったらやばいのよって言ってたら閉まっちゃったよ。多分ボタンが18回転で終わった。え、94点何分の1でしょ。94.6 分の1だよ、やっぱもう下手くそまあこれで必ずリーチはかかりますからね。もう何らかの大当たりはしていますから、マジで下手くそだな。まあね、でもこうなっても16ラウンド確保の可能性ありますから、ここ最初ストライク取れば16ラウンドです。普通のボタンで、ね、これが全部倒せたら、まあ、一応確変だけど16ラウンドではないってこと。 P リーグボーナスになる。倒れるか、倒して、あー、ダメだった。ピン、えい、ああ2ラウンドです。次戦終了です。お疲れ様でした。はい、なんとなく結果は皆さん見てて分かってるかと思います。一応ね、言っておこうかと思います。投資が4万2000円で、最後ね P リーグでなんとか当たりまして、出玉4199個獲得いたしました。というわけで、サダマはマイナス6301個でした。ということで、夢玉はまたしても一つもゲットできませんでした。今日はツバメの話と交通事故の話と昔プロボーラーになりたかったっていう話を主にお届けしたかと思いますだって当たんないんだもん前回もね、くだらない話ばっかりしてましたが、今回もそんな話ばっかりですみませんでした。1回目出た時もお願いだからもう1回呼んでくださいとお願いしたところ、実現しましたので今回もお願いしとこうかと思います。ぜひぜひ3回目の、ちょうど出させてください。お願いします。はい、それではまたね、バイバイ。